GATX-103 バスターガンダムの系譜。初期に開発された5機の GATX シリーズのうち、 GATX-102 デュエルの基本フレームを基礎としつつ、砲撃に特化した支援型モビルスーツとして開発されたのが GATX-103 バスターである。本機の開発は中立の立場をうたう欧部出張国内の国営企業モルゲンレーテ社との共同で、資源衛星コロニーヘリオポリスにて進められ、コズミックイラ71、1月20日にロールアウトを果たすも、同年1月25日、ザフト軍のクルーゼ隊による G 兵器強奪事件が発生。開発された5機の GATX シリーズのうち、デュエル、バスター、イージス、ブリッツが強奪され、バスターは、ディアッカ・エルスマンの蒸気として、残りの X ナンバー、ストライクと強襲機動特装艦アークエンジェルを追撃するため、実戦に投入されることになる。バスターの機体構造はデュエル、ストライクと同じく X100 系フレームが採用され、装甲も他の X ナンバーと同じく外部からの物理的衝撃をほぼ無効化するフェイズシフト装甲を採用。頭部はツインカメラアイに V 字型ブレードアンテナに加えて、長距離砲戦仕様に適したサブカメラとセンサーを備え、機体部のセンサーを守るため保護カバーが装備されている。メインウェポンは後述する94ミリ高エネルギー収束火線ライフルと350ミリガンランチャーという特性の異なる大型兵器を装備し、両肩部には220ミリ系6連装ミサイルポッドを2機搭載。両腰部には2機の大型兵器を保持する可動式ジョイントアームが搭載され、戦闘時でもスムーズな運用を行えるほどの広い可動域を有している。このフェイズシフト装甲と高火力ともいえる2つの大型兵器を両立させるには、より多くの電源を確保する必要があったため、武装用のサブジェネレーターに加え、膝部には予備電源を搭載。本機は結果的に5機の GATX シリーズの中でも機体重量が増大し、近接戦闘用の武装やシールドは未装備でありながら、基礎となった GATX-102 デュエルよりも約 36% の重量増となっている。重量増加による機動性低下を補うため、背部には大出力バックパックを採用し、大気圏内では飛行能力を持たないため、空戦海上戦闘時にはモビルスーツ支援空中機動飛翔体グールの使用が不可欠となる。このような汎用フレームをベースに極端なまでの火力重視特化型の機体を開発する流れは、後継機となる GATX-131 カラミティへと継承されることになる。 GATX-103 バスターの武装。94ミリ高エネルギー収束火線ライフル。腰部左側のアームに接続された大型ビームライフル。大口径高出力を誇り、その威力は戦艦クラスの主砲を上回る威力と火力を兼ね備えている。350ミリガンランチャー。右腰部のアームに接続された電磁レールガン。散弾による複数撃破を可能にしており、通常の弾頭の他にもAP 弾などの特殊弾頭も使用可能となっている。超高インパルス長距離狙撃ライフル。前述の2つの武装を連結させることで砲撃特性を変化させることができ、94ミリ高エネルギー収束火線ライフルを全部、350ミリガンランチャーを後部に連結させることで高威力精密狙撃モードの超高インパルス長距離狙撃ライフルとなる。対装甲散弾砲。350ミリガンランチャーを全部、94ミリ高エネルギー収束火線ライフルを後部に連結させることで対装甲散弾砲となり、その名の通り広範囲に射撃を行える広域制圧モードによって複数の敵機を撃破することが可能になる。220ミリ系6連装ミサイルポッド。両肩に搭載されているミサイルポッドであり、近接戦闘能力の低さをカバーするために装備された武装。バスター最大の特徴は強力な実体弾火器とビーム兵装の運用を両立させた中長距離砲戦仕様の装備形態であり、2機の大型砲を連結させることで後部となるサブウェポンの出力を全部のメインウェポンに流用し、火力の増強を可能にしている。その反面、砲身にかかる負担は大きく、連射性能の低下とビームサーベルやイーゲルシュテルンといった近接戦闘用の武装は搭載していないため、対モビルスーツ格闘戦ではストライクに圧倒されることも多かった。 GAT-A012 バスターダガー。この機体は地球連合軍の正式主力量産型モビルスーツ GAT-01A1 ダガー、通称105ダガーをベースに設計、
開発された砲戦仕様のモビルスーツである。バスターの量産型にあたるこの機体の誕生は、ザフトに奪取されたバスターの光線データをもとにした量産化開発プランの進行からスタートしている。当初はバスターの運用実績を105ダガーとストライカーパックシステムの一つランチャーストライカーの組み合わせで再現しようと試みたが、ストライカーシステムではバスターの機体性能の実現が難しかったため、105ダガーをベースにした砲戦仕様特化型のバスターダガーが開発されることになる。武装はバスターと同様に連結機能を有する 350mm ガンガンチャー 94mm 高エネルギー収束化線ライフルを装備し、両肩部には 220mm 系三連装ミサイルポッドを搭載。戦時量産型のストライクダガーではなく、正式量産型の105ダガーをベースに設計されたため、基本性能自体が非常に高く、バスターと遜色ない武装を搭載したことでランチャーストライカー以上の砲戦能力を獲得。さらにフェイズシフト装甲は採用されていないものの、コクピット位置となる胸部を中心にラミネート装甲を採用したため、対ビーム防御力も向上しており、ビームサーベルも2機装備しているため、近接格闘専用にも対応した仕様に仕上がっている。単純な火力だけで言えば、地球連合軍の量産機としては最大級を誇り、生産数は少ないものの、コズミックイラ71、8月8日に実施された88作戦における、オーストラリア、エアーズロック降下作戦で初の実戦投入がなされている。 GATX-103AP ベルデバスター、地球連合軍第81独立機動軍ファントムペインで運用されていた前述の GATX-103 バスターのカスタム機。再製造された GATX-103 バスターを基本としてファントムペイン要請のもと、アクタヨンインダストリーズ社を中心に複数企業の技術協力によって進められたエースパイロット用モビルスーツ製造計画、通称アクタイオンプロジェクトによって誕生した機体である。ファントムペインは秘密結社ロゴスに所属する非正規特殊部隊であり、地球連合軍内においてロゴスが直接介入、その意思を反映させるため設立した独立部隊ともいえる。さらにロゴスによる莫大な資金が出資されるため、前述のアクタイオンプロジェクトのような最新鋭のモビルスーツ開発を可能にしている。そのうちの1機が GATX-103AP ベルデバスターであり、ストライクノワールや GATX-1022 ブルデュエルとの同時運用または連携を想定された上で開発されている。機体名のベルデとはイタリア語で緑を意味し、メインウェポンは GATX-103 バスター同様 94mm 高エネルギービーム砲と 350mm ガンランチャーであるが、両肩部の固定武装となっているため連結させての両火砲は廃止となっている。 GATX-103 バスターの正統進化版ともいえる本機はメインウェポンの固定化という運用効率の良さを追い求めた機体であると同時に、砲撃支援型としてのさらなる進化を目指した結果完成した機体となっている。新装備として両腰部サブアームに接続された M900QB 複合バイオネット装備型ビームライフルを合計2機装備しており、ビームライフルの先端に展開式の銃剣を備えたこの装備は、課題であった近接戦闘への対応力も向上させている。さらに左右のライフルを平行に連結させることで、長距離射程用の連装キャノンモードへと変化させることができる。両肩には 220mm 多目的ミサイル6連装ポッドが装備されており、追加装備によって複雑化した火器管制を補うため、最新型の射撃統制システムを搭載し、センサー類の改修も行ったことで命中精度は大幅に向上している。頭部には近接戦闘の際にセンサー類を保護するためのセンサーガードが大型化し、頭部を全面的に覆うフェイスガードへと変更されている。バリアブルフェイズシフト装甲の採用。バスターに採用されたフェイズシフト装甲との大きな相違点は、装甲に流す電流の量を任意に変化させることができるという点にある。この技術によってフェイズシフト装甲の欠点であった膨大な電力消費による機体稼働時間の短縮を克服し、装甲へのエネルギー配分や調整、さらには電力消費を抑えることが可能となった。また戦闘中に装甲電圧を切り替えることで防御力の変更も可能になっている。 LHGATX-103 ヘイルバスター。ライブラリアンという謎の組織がバスターガンダムの強化再設計機として独自に開発し、射撃精度の向上を目的に徹底的な改良が施され、完成に至った機体がヘイルバスターである。
中遠距離砲撃戦使用機としての完成度をより高めるためにストライカーパックシステムを採用したことで運動性能と整備性能が飛躍的に向上し、膝部には射撃姿勢を安定させるための設置ユニットを搭載。さらにミラージュコロイドステルスシステムを搭載したことによって隠密作戦を前提とした狙撃機としての役目も担っており、敵機に悟られることなくデータを収集後遠距離からの一撃必中の精密狙撃で敵機を沈黙させることも可能な仕様に仕上がっている。これらの精密射撃を可能にしている機能が頭部と胸部に搭載された複合センサーであり、あらゆる距離帯での精密射撃能力の向上とライブラリアンが収集し解析したデータバンクとリンクすることによって最も最適な攻撃を選択することができる。その命中精度はバスターから 30% の向上を果たしたと言われている。バスターストライカー、ヘイルバスターの最大の特徴はライブラリアンが本機に合わせて開発した新たなストライカーパックシステムバスターストライカーを背部に搭載したところであり、この装備はバスターの主兵装である350mm ガンランチャーと 94mm 高エネルギー収束化線ライフルをそのままバックパック化したことでより高い砲戦能力を獲得している。バスターストライカーの中央部には実体弾用の弾倉とビーム用のパワータンクユニットを搭載し、ヘイルバスター本体のエネルギーを消費することなく強力な火器を使用することが可能となり、必要に応じて可動式アタッチメントから取り外しそれぞれの武装を友軍機に与えることもできる。本機の武装は前述の 350mm ガンランチャーと 94mm 高エネルギー収束化線ライフルに加えて、右肩部にはバスターから引き継がれた 220mm 系6連装ミサイルポッド、対艦戦闘に使用できるほどの威力を誇る 120mm 系3連装対艦バルカン砲を搭載。パイロットはライブラリアンの構成員の一人であり、ライブラリアンが新たに作り出した戦闘用コーディネーターソーキスの一人であるフィーニス・ソーキスが務め、機体名のヘールは英語で氷を意味している。 GATX-131 カラミティガンダム、ブルーコスモスの名手ムルターズライルの財団傘下のもと G 兵器の開発データ戦闘データをもとに検証解析し製造された後期 GATX シリーズの一機がこのカラミティガンダムである。デュエルガンダムを原型とする X100 系フレームが採用され、砲戦特化型のバスターのコンセプトを継承しつつ、モビルスーツタンクでの高火力の追求と中長距離砲撃を主体とする後方火力支援に特化させた機体として完成。多彩な武装を装備したカラミティの火力はバスターをはるかにしのぎ、機体重量自体も軽量化されているため空戦能力は持たないものの、陸上海上においてはホバー移動によって高い機動性の確保に成功している。さらにフェイズシフト走行の発展型であるトランスフェイズ走行を採用したことで、フェイズシフト走行の欠点であった電力消費の大きさが改善され省電力化を実現し、その分の余剰電力とエネルギーが武装面に振り分けられたため火力の向上にもつながる結果をもたらしている。こうした高性能化が進む反面、操縦系統や火器管制は非常に複雑化してしまい、パイロットへの負担が増大したことから常人を超える反射神経と戦闘能力を持つ生体 CPU ブーステッドマンがパイロットとして推奨され、ブーステッドマンの一人オルガ・サブナックがパイロットに選定される。カラミティガンダムの武装、 125mm 2連装高エネルギー長距離ビーム砲シュラーク、背部のバックパックに搭載された大口径の2連装高エネルギービーム砲。その威力はモビルスーツレベルでは破格の火力を誇り、移動砲台としてホバー移動を駆使した運用に加え照射時間も長いため複数の敵機をなぎ払う攻撃も可能となる。 115mm 2連装昇格砲ケーファーツバイ、対ビームシールドとビーム砲2機を一体化させた高純システム兵装、ローラシア級モビルスーツ搭載艦に採用されている超高度素材に対ビームコーティング処理が施されているため防御力は非常に高く、接近戦ではシールド先端部を利用した打突攻撃も可能となる。 337mm プラズマサボットバズーカ砲ドーデスブロック、 300mm を超える大型弾頭を荷電粒子と電磁場が相互作用する高熱のプラズマで包み込み高速で放射する蛍光式の大口径バズーカ砲、絶大な破壊力を有しているがその構造上連射することはできない。 580mm 複裂位相エネルギー砲スキュラ、カラミティの腹部に内蔵された高火力大型ビーム兵装、
近距離中距離用の強力な大型ビーム砲であり、その威力は戦艦を一撃で轟沈させる威力を誇る。 GATX303 イージスのモビルアーマー形態時に運用されていたものと同種の装備であるが、カラミティはモビルスーツ形態で使用可能となっている。圧倒的な火力を誇るカラミティガンダムはアクタイオンプロジェクトによって開発され、各武装を2倍に増強させた GATX131B ブラウカラミティ装備の変更により、さまざまな戦況に対応可能な万能機開発プロジェクトリビルド1416プロジェクトによって開発された GATX13301 ソードカラミティ初号機、 GATX133 ソードカラミティ、 GATX130 エールカラミティガンダムなど、さまざまなバリエーション機が存在している。ヘリオポリスで強奪されて以降、ザフトの赤服ビアッカ・エルスマンの蒸気として運用されたバスターガンダムは、第1期 GATX シリーズ随一の火力と砲戦能力によって多くの敵機や戦艦を撃破し、ザフトとの決別を決断して以降は第3勢力としてアークエンジェルの戦力として参戦。第2次ヤキンドゥーエ攻防戦では ZGMFX13A プロビデンスガンダムのオールレンジ攻撃を受けて大破するも、ビアッカは生存を果たすなど、初期から終盤までその存在感を示してみせた。以上、バスターガンダムの系譜を終わります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。